パディナッパボニカは、大西洋や太平洋に生息する藻類である。パディナッパボニカは一年草の海藻秋にしぼみ、次の夏に再び葉を開く。その姿形から、ピーコックズテールとも呼ばれている。5から10センチメートルの高さで、湾曲した線状の羽のような形をしており、石灰岩を増岩した花のような外観が特徴。成熟した時には、 葉がもっとロート状になることもある。色は黄色がかった色をしているが、外側には茶色と緑色の帯のような文様があり、内側は明るいライムグリーン色である。内面には薄い粘液による薄い層があり、外側の表面には細い毛の線が存在する。地中海、大西洋と北海、インド洋、カリブ海、イギリス諸島周辺の大西洋、北東モーリタニア、 西大西洋、地中海、黒海、太平洋とインド洋、オーストラリアへとフランス領、ポリネシアが主な生息地。柔らかい気層からなる岩の多い海岸や粘土、シルト、または砂質の堆積物の近くに分布。岩の中盤から岩場まで光の量に応じて最大20メートルの深さまでに見られることが多い。イギリスでは全国的に貴重な種として、 バップ優先手に指定されている。パディナ・パボニカから単理された抽出物は、ホメオパシー薬の治療薬及び、シャンプー、局所クリーム及びローション、及び蛍光摂取する錠剤、またはカプセルを含むいくつかの化粧用液に添加されている。パディナ・パボニカの抽出物は、皮膚の色調及び質感を改善したり、シワを低減することも報告されている。さらに、 骨粗鬆症、関節炎などの骨疾患に対する治療において、その使用が見出され、カルシウムベースの食用代用品に使用されている。パディナッパボニカは、人間の健康への効果的な作用に加えて、農業にも影響を及ぼす見解も示された。メスンなどの研究、メスン、カイ、ホラ、アアール、アイエブエアン a e ヌバウンミー。 パディナパボニカ抽出物のアレロパシー性及び抗心菌性の可能性。J プラントブリード、クロップサイ、1、94から203。では、パディナパボニカからの様々な抽出物が肥料となり、周囲の土壌の作物の成長と栄養素性を促進すると同時に潜在的に有害な心菌の成長を遅らせることが示された。スキンケア、化粧品で、 パディナパボニカ配合の輸入商品が存在する。食品への活用としては JFS ラボ株式会社がフランスのテキシンファイン社とサプリメントを共同開発している。ありがとうございます。